ここはもうね、開墾の方とか、まあトラック運転手の方もいっぱいと、あれセブンイレブンなくなったんかな、あれセブンイレブンあったな、あそこじゃん、ありません、あのセブンイレブンさんはほんまに太っ腹ですよ。もうトラックのためだけにあるようなセブンイレブンです。トラックに特化してる、特化しますよ、あのセブンイレブンね。いやもうなかなかないじゃないですか、あんなにトラックどうぞみたいなところ。まあ、よそのセブンイレブンやったらもう30分でゼロだの、どうも、もうアイドリングするだの、なの、ね、なんなのって書いてるやん。そう、そのここは、はい、もうトラックに特化したセブンイレブンやからな。ここはすごい、ほんまにここはです、ほんまに特化してません、相変わらず。これは特化してるな。なかなかこんなセブンイレブンないで、ないですね、ないで。これはな、これはすごいで、これな、岩槻インター出たらファミリーマート超えてんで。あ、超えてますよ。岩槻インター出てちょっと出たらファミリーマートトラックブーッと止めれるやん、あそこ超えてるで。すごいですねここね、トラック何台止めれるんやろ、もうほんまにちょっとじゃ車庫やないですか、ちょっとした会社やな、これ。そう、会社ね。うん、15台、20台ぐらいいけそうな。はい。あ、もうルート案内停止しました。うん、ちょうど、夕日。ここに、そういえば、その、カジノが、できるはずなんですけど。作ってんの、カジノ。多分もうこれ作ってますね。マジで？ユンボ1台で。いやでもほんまに、あ、どうぞ、待ってくれ、待ちます、すいません、すいません、すいません、はい、ここカジノ作ってるの？カジノ作るのはね、まだ万博終わってからよ。あ、ば今万博ですからね、この工事は。あ、これ万博の工事ですか？3年後ぐらい。あ、そうなんや。でも今工事してるんですか？まだその後ぐらい。あ、そうですか。楽しみです。どうぞ、お疲れ様です。万博でしたね。ありがとうございます。ありがとうございます。万博や。万博ね、ありますもんね。万博お疲れ様です。バイトしようかな。ファミリオンで。いや、それやったらユニバでしましょうよ。今、なんか、しんどそうや。しんどそうですか？なんか、着ぐるみ着て。それ？うわ。それ？そっち。やったポーズ。やったポーズは僕ら得意じゃないですか。そうやな、負けてばっかりやけどな。今日住みの家でちょっと勝負して帰ろうや。しありますか。ここまで来たらうずうずしてきた。ウズベキスタンや。どこの国ですっけ。こっち行ったらなんかキャンプ場あんねやんか。そうありますね。そこでなんか有名な YouTube やってるおっちゃんおるで、キャンプの達人。じいちゃんね、おられましたね。俺温泉で見たやん。見ました。なあ、ちょっといつかお会いしたいですね。なあ、キャンプ、ゆきぼうさんも言うわね、ほんまのソロキャンプみたいな、なんか題名で、うん、ソロね、もうあれに特化していくんやろな。ぼっちですか、うん、ぼっちキャンプ、ぼっちキャンプ、うん、あー、うん、燃えてますね。何が？いやー燃えてますね。あー、あれですか。いやー、うん、あれ思と、俺思っとった以上に燃えてるな。燃えてますね。うわー、想像ちょっとすいません、これもうあのほんまに物珍しさで言って、あの田中も映してますがですね、もうほんまにあの、うん、これすごいわ、うん、なあ、こんなんてどんな損害なんだろうな。いやちょっと今画面は、うん、今そっちのちょっと一瞬さっき向けたんですけど、今また前方映してるんですけども、うん、前方をちょっと中さん左に行っていただいていいですか。左、はい、左のちょっとこうぐるっと、はい、時計の逆回りで行きましょうか。あ、よろしくお願いします。あれえぐいな。あれはえぐいな。あんなになっちゃった。見てますね。あれあんななって思った。これでもこんなんて、はい、あのパーッと燃え出すやんか。ほんなら、はい、スプリンクラー、スプリンクラーね、スプリンクラーぐわーって出るんじゃん。スプリンクラーどうしようもできんかったんで、足りひんかったぐらいなんやろな。うおーうおーですねこれ。まあ、もうね、トラックで来られてる方らはもう何回も見てるんやろうけど、みんな結構 TikTok にも上がっとってる。ああ、もう上がってるんすか。いやー、この通りです。ちょ、すごいな、えぐいな。はい、燃えたんやろな。中はもっとすごかったんやろね。これでもあれかな、みんな避難して大丈夫やったのかな。あ、そうなんすか。よかったですね、人命はね、それでやったら。こ
これまだあれですかね、結構あの火災なとって匂いがね残るって言うじゃないですか、うん、ああうんうん、もしかして、うん、残ってるんですかねこの辺。あ、それもないやろ。そんな隣の倉庫の人かな、気が気じゃないよな。そうぞ、うわもう、えーみたいな感じであれへんのかな。でもやっぱりあのもうその全焼させる時ってね、もう横の建物にどんどん水かけるんでしょ。ああ多分使えへんの、ね、そう、使えように。はい、ここはこれプロロジーの方ですかね。そうですね、このプロロジーさんもね、どうなることやろ思ったでしょうね。プロロジーな、ここはもうあれやな、飲料でよう、この池さんとか来とんな。これ、あ、新海さんとかも入っとる。意外とな、あの寝屋にほんまに大きい倉庫でき始めてな。できてません。あ、ほんまに。は、これです。ここ匂いはそんなしない。うわ、むちゃくちゃ燃えてますよ。ごっつ落ちてるやん。むちゃくちゃですね。すごいな。ちょっと歩いてこいや。長さとかで待っとくわ。じゃあちょっと取ってきますね、うん、えぐいな、これはすごい。これはこんななってまうんや。ダンボール火つけてダンボール火つけただけやろ。その情報が僕は知らんかったんですけど、ダン、うん、ボール1個が倉庫1つですよ。こんなになってまうんや。ちょっとすみません、ここ舞島日立物流さん、あの前火事になって、ちょうどその時あれやったな、角さんと中華さんのチャリ勝負の時やって、暗がり峠からあの煙が上がってるのが見えたんですけど、もうすごいことになってるな。でもそのうわーってはなるんですけど、建物自体が崩れ去ることはなかったんやな。でももうなんやろあれ、どこの外、これ外壁が全部落ちてるんかな。こんな風に外壁がもうバーッと、ちょうど位置的にはここに張ってあった外壁が落ちてるんかな。うわー、なんか大きい建物やのにな。これはあの中さんと喋ってた情報なんで、まああの完全な情報かわからないんですけど、ほんまにこれはなんかあのバイトの子がいじめられとったらしくって、そのいじめが原因でっていうことで段ボールに火をつけてここまでの大きい火事になってしまったいうことと、ちょっと切ない話やんな。あと何やって言っとったっけ。そう、まあ、ほんで途中で火消すこともできたんか、ちょっとそこら辺が分からんのやけど、もう全部燃やしてしまった方が保険代で全部全損みたいな感じで保険を下ろしてもらおう、あのもらえるためにっていうことで。そう、でもその保険屋さんがあまりにもその保険金額が莫大っていうことで、うん、保険屋さんがどうしたらいいやろっていうぐらいの金額になっているよっていう話をちょうど言ってましたよいしょ、今ちょっと歩いて日立物流を一通り映してるんですが、まあ多分でも一回これは全部ある時期が来たら取り壊しになっちゃうんやろな、これ。おぉ、立ち入り禁止のこのマーク、大阪府警やな、これ。大阪府警の立ち入り禁止。でももうなんか紐もぐちゃ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 、あの、どんな。なんかすごいな、これな。あそこでなんか監視しとる人もおるな。これどうなってもったやろ、これ。やっぱり下でついた火が上に上がっていったんかな。あそこで警備されとんかわからんけど、監視されとる人もおるな、日立物流。うん、今日はそう、ちょっとたまたまあのこっちの方に来て、新しいチャンネルの帯写真を撮りたいと思ってこっちの方来たんですが、なんか
日立物流のあの火事のことの話になって見に来たんですが、やっぱすごいな、ほんま。もう一回、そう、天井の方まで、まあ多分下で火がついて上にバーッと燃やかったんかな。上の方の階で火がついたんやったらここまではならんかったんかな。火はでももしかしたらどうなんやろ、上でついても下にどん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 落ちてきて火がつくもんなんかな。ただほんまにこんな大きい倉庫で火がついてまうとただごとじゃないな、ほんま。はい、こんな状況でした。では、ナッカさん待っとるで、急ごう。ここら辺はほんまにトラックで仕事来てたらもういっぱい、何度とも何度も何度もいろんな場所ここら辺来てるんで。でも田中もこの日立物流は来たことないんやな。その横のプロロジさんやったり、もうそこの目の前のあれは、あとこのあれ何やったかな。お帰り、帰りました、すいません。どんいや、もう感想はね、いやもうほんまにすごいな。部屋の火って怖いな思ったんやけど、あれどうなんすかね、まあそのどこでね火をつけて、下の階で火つけたから、パッとこう燃えて、下から上に上がっていったからああいう状況やったのか、それとも上から火、上の階で火つけてね、下に落ちていったんかなとかね。だからそういうちょっと、荷物も全部いっぱい置いてありますよ、まだあれって積んで置いたまんまや、まんまですね。出せるやつは出すんかないや無理でしょ、あれ。いや分からんけど、これいけるいけるみたいな感じ。いやー、なんか止まるわ。はい、切ないこと思いました。思った。でもほんま嫌な理由ですね。俺昔マンション住んだと火事になったで。